今回は緑内障の治療に関してお話させていただきます。まべべ眼科の学ですすうごご視聴いいただきありがとうございます緑内障の唯一の治療は眼圧を下げることです。高い眼圧が神経に負担になってしまって緑内障が悪化するというふうに考えられています。緑内障にもいろいろ種類がありまして 世界的には眼圧が高いタイプの緑内障原発開放偶格緑内障というタイプの緑内障が多いんですが日本人を含めたアジア人には正常眼圧の正常値は10から21なんですが正常眼圧緑内障は眼圧の値が正常なんですね正常値なんだけどその値が負担になってしまっていて 視神経にダメージを起こして緑内障を発症してしまっているというように考えられています眼圧は正常値なんですがさらに眼圧を下げることが治療になります眼圧が正常なのに眼圧を下げる治療が必要ってなんか不思議ですよね眼圧が正常値より高ければ下げましょうということは分かっていただけると思うんですが正常眼圧緑内障は眼圧が正常値なんです 患者さんからも眼圧が正常値なのに、なぜ目薬で眼圧を下げるんでしょうか？というようなことはよく聞かれます。これは様々な研究の結果から言われているんですが、正常眼圧、緑内障の治療も眼圧が高いタイプの緑内障の治療と同じように眼圧を下げることが有効であるというような結果が。 次々に報告されたことによりますただ正常が圧でく内障の治療はは一筋縄でいいかないことがあります例えば元から眼圧がだいぶ低い方は高い方に比べて眼圧の下がり方が限定的ですので目薬をしても視野が少しずつ進んでいくことがありますこのような場合に一度立ち止まってどのようなことに注意したらいいのかということに関してお話しさせていただきます 正常眼圧緑内障は眼圧が原因である眼圧依存説と眼圧以外が原因である非眼圧依存説があります現在最も支持されているのは眼圧依存説です正常眼圧緑内障の歴史から振り返りますと昔は正常眼圧緑内障は低眼圧緑内障という名前でした治療も眼圧が正常なら眼圧を下げても意味ないんじゃないかというように考えられておりまして あまり積極的な治療をされないようなこともあったんです。現在は先ほどもお話しした通り、様々な研究結果から、正常がん圧緑内障でも、が圧が高い緑内障と同じように、が圧を下げることが緑内障の治療にとって、視野進行を抑えてま有効であるといった結果が出まして、目薬によるが圧治療が中心に行われています。すなわち、正常値のが圧をさらに下げることが、 有効な治療としてて考えられています。主に言われていることは元のがん圧から30%下げれば80%の方は進行が停止するというように言われています。元々のがん圧が20ぐらいの方なら14ぐらいのがん圧を目指すということになります。そのため治療前のがん圧と治療後どのぐらいがん圧が下降したのかということを把握することがとても大切です。 このように正常眼圧緑内障の方でも眼圧がもともと正常の中でも高めもともとの目薬とか使っていない無治療の眼圧が18から21までの値の方なら目薬を使って眼圧が10代前半までに加工すると多くの方が停止する可能性がありますですが問題になるのはもともとの無治療の眼圧が低め 12とか13ぐらいとか低めの眼圧の方です薬で眼圧を下げるといっても10を切るっていうのはなかなか難しいんですねそのため眼圧がわずかにしか下がらないので視野が進行していくことがありますこのような場合もっと眼圧を下げなければならないのかまたは別の原因循環障害のような眼圧以外の原因も考えていかなければなりません緑内障の危険因子はいろいろありまして ガイドラインで報告されておりますのを挙げますと近視や家族歴高血圧低血圧偏頭痛眼圧変動とさまざまなことが報告されております眼圧変動というのは以前もお話しさせていただきましたが日中の座っていたり立っている姿勢と寝ている時の眼圧の差です眼圧は重力の影響を受けます立ったり座っている時の眼圧が一番低いんですね 体を横に倒すほど眼圧は上がるので寝るときは正常の方でも眼圧は上がりますですがその上がり方は人それぞれで座っているときは低いのに寝る姿勢になると一気に眼圧が高くなる方が中におられますので注意が必要です眼圧の値が元から低いのに視野障害が進行しているような方は寝たポジションで眼圧を測ってもらうのがいいかもしれませんその他の危険因子で高血圧 低血圧、変頭痛というものは循環障害を示すものです高血圧、低血圧になると血液の循環障害があるので視神経の影響が起きてそうだということは予想できると思います変頭痛がなぜ緑内症の危険なものとして考えられているかと言いますと偏頭痛の原因は脳への血液循環が悪くなっていることが頭痛を引き起こしているというふうに考えられているからです このため目薬の治療をしているにもかかわらず緑内障が進行している方で低血圧や高血圧偏頭痛のような循環障害の可能性がある方は注意が必要かもしれませんこのような場合飲み薬をおすすめすることがあります緑内障の内服薬で代表的なものにダイアモックスという飲み薬がありますこれは眼圧がかなり下がるんですが 手足のしびれがかなりの確率で起きますしふらつきやめまいなどの副症状に加えて長期的に使用すると尿路結石などのリスクがありまして体への負担があります手術までのつなぎで内服していただくというようなタイプの薬なんですが まれに何ともない方もおられますので手術を何としても避けたいという方は飲み続けていただく場合がありますがあまり現実的な方法ではありませんサプリメントだとグラジノックスというサプリメントがありますこれはジュヒエクスというものが含まれておりまして循環障害を改善できる可能性があります漢方だとサイレートや五冷酸というものがありますこれはもともと不死を取る漢方です 利尿効果が期待できて眼圧を下げる可能性がありますし陶器釈薬酸という漢方は循環障害の改善を期待できる薬です漢方は保険診療で処方できる薬ですので力内障でも進行しているというように言われている方は相談されてもいいかもしれませんその上で適度な運動習慣をつけるのもいいです 適度な運動は眼圧を下げるというように言われていますし循環障害を改善させる可能性もあるので効果的だと思います喫煙習慣がある方は必ず禁煙するようにしてください喫煙は眼圧が上がるだけでなくて喫煙による酸化ストレスが視神経に影響を及ぼすとも考えられています緑内障の治療は眼圧加工が優先されるのは間違いないんですけれども 必ずしも全員に当てはまるのかというとそうではない可能性がありますがん圧以外の要因はなかなか測定できないので難しいですがん圧治療のプラスアルファとして知っていただきたいことをお話しさせていただきました今回のお話をまとめますとまず1つ目にがん圧が高い緑内障の方はがん圧治療が中止になります で、二つ目に、眼圧が元から低いタイプの緑内障の方は、眼圧以外が原因かもしれません。そして三つ目に、眼圧以外の原因として、血圧や片頭痛のような循環障害説があります。そして四つ目に、サプリメントや漢方薬が有効な可能性があります。という四点になります。正常眼圧緑内障は、進行が非常にゆっくりなのが特徴です。治療は、 眼圧加工が唯一エビデンスのある治療で最も優先されるのは間違いいあありりまません。正常が圧緑内障のの大きな特徴ととして、乳頭出血というものがあります。これは他の緑内障にはほとんど見られない現象で正常眼圧緑内障に特徴的な所見なんですがこのような出血があることが血液循環障害がやはりあるんじゃないかなというように考えられています。 治療をしっかりしているにもかかわらず緑内障が進行していたり元から眼圧が低くて視野が進行しているような方は循環障害を改善するサプリメントや漢方薬を試されるのもいいかもしれません今回は緑内障治療に関してお話しさせていただきましたこの動画では眼科専門医が話す目に関するさまざまな情報に関してお話ししております良ければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたしますご視聴いただきありがとうございました